ミアです。今日はこんなお洋服に着替えたいと思います。こちらなんですが、ヒョウ柄のワンピースです。で、後ろがかなり大きく開いていて、紐で編み上げするタイプになっています。それでは今から目標になってみたいと思います。こんな感じになりました。結構タイトでミニスカートなんですけど、この横のところがこう編み込みになっていて、背中もこんな感じですごく開いています。それでは今日のミアのブラジャーとパンティーをご紹介します。はい、脱ぎました。こういうブラジャーです。今日はですね、このワンピースがすごく派手なヒョウ柄なので、ブラジャーとパンティはちょっとシンプルなものを選んでみたんですけど、ミアの大好きなエメフィールっていうところのブラジャーです。で、今日のお色はクリーム色ですね。で、このブラジャーの可愛いポイントは、カップのところからですね、上にかけて、この肩紐のちょっと上のところまで、レースでできているところが、とっても可愛らしいんですね。それでは、今日のパンティーもご紹介します。今日のパンティーがこちらでーす。今日はリモパンでーす。正面はレースなんですけれど、後ろのお尻の部分もですね、こんな感じでお尻の部分も全部レースになっています。結構透けますね、このレース。前の部分も実際ちょっと布の分厚い面積は結構狭くて、その両サイドにレースがあしらわれていて、スケスケのような印象のパンティーです。はい、今日はこんな感じで、目標のワンピースで今日のブラジャーとパンティーをご紹介しました。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。あと、YouTube の通知ボタン、ベルマークのボタンがあると思うんですけど、そちらのボタンも押していただくと、ミアからの通知が届くようになりますので、押しておいてくださいね。あと、ファンクラブ、ファンティアと、オンリーファンズもやってますので、よろしかったらそちらにも遊びに来てください。それ
それではニーヤでした。またねー。